始まりましたメカニック TV。 今日はこの間エアコンのガスの補充をしたと思うんですけど、この間は補充だけだったので、今回はね真空引きできる機械を買ったので真空引きもちゃんとやっていきたいと思います。この辺は民間療法ですからね。はい、はいはい、今回はしっかりメカおじも呼んでしっかりやっていきたいと思います。しっかり、はい、でこの間の時に、はい、蛍光剤このドクターリークを入れて、はい、あらかじめちょっと漏れがあるかどうかを、うん、チェックしました、はい、で多分ねすごい微量なのか、まあ、ちょっと中の方見切れないところもあるんですけど、ちょっと発見はできなかったので、はい、今日はあらかじめガスをちょっとガス回収をガス回収機で回収していただいて、今ガス入ってない状態で持ってきてありますので、ここから、真空引きをしてガスを入れるっていうところまで、はいはい、本当はちょっと部品交換とかやった方がやりたかったんですけど、特に異常なさそうなので、うん、まずは前回抜けてたのは、はい、まあ、経年劣化で少しずつ抜けてった説が有効、うん、いや濃厚というか濃厚ですね。どっかすごく抜けてるっていうところは、うん、継ぎ目とか確認したんですけど、うん、ないので、はい、それってやっぱ自然に抜けるものと思っていい？本当は抜けちゃいけないんですけど、はい、ただとはいえもう年数も経ってる車なので、うん、やっぱりパッキンとか継ぎ目とかかし目とかからやっぱり徐々に漏れてくるとは思います、うん、はい、あまりひどい場合だとやっぱりまた蛍光剤入れといて、ちょっと、なんつう、短期間で少しずつ確認してもいいかなと思います、うん、はい、まあ、今回は大きく漏れてるところはなかった、うん、はい、なのでここまでエアコンなしで走ってもらいます、はい、暑い中暑い中、はい、暑い中で真空引きということですね。はい、はい、じゃ真空引きに必要な設備は、はい、それ真空ポンプです。真空ポンプ、はい、重いですよ、はい、真空ポンプ、真空ポンプ、はい、はい、へえ、使ったことある？ないです。あら、もう全部こういうホースつなげて、もう機械でもうボタン一つでやってるんで、ちゃんとした大きい機械でやってる。あ、そうです、はい、そうです、そうです。初めて見ました。これは、ね、民間療法ではないですけど、まあ結局その大きい機械もこれとこれがつながってっていうだけなので、うんうんうん、はい、そうですね、はい、やってることは同じです。でこのゲージ、ロートハイガーで、うん、はい。ね、はい、これがあればまず真空引きはできます、はいはい、ということでじゃあ早速やっていきましょう、はいはい、じゃあ、ここにゲージを置いてありますので、はい、まずゲージをつなげてみましょうか、はい、で分かると思うんですけど、はい、ハイとローがあって、うん、ゲージにはで、ただねもうつくようにしかつかないです、はい、大きさが、そうですね、そうハイとローで大きさ違うので、うん、はい、ハイとローってじゃあこれをつけてください、はい、一応まあ付き方なんですけど、うん、今圧かかってないんで普通に差し込めばさせちゃうんですけど、うん、まあ、普通の車だと、まあ、圧がかかってると思うんでこう下がるようになんていうの、下げ方向ね、なるので、うん、一応こう下げたままこう押さえながらこう刺してでさらに押し込む。で今カチッって言ったと思うんですけど、こう刺して押し込んでカチッってはまればもう大丈夫なんで、一応まあ抜けないか確認してつけてもらって、でこっちも同じように、あ、入った、入りました、はいはい、ちょっとずれてたかな、はい、並べたはい、そうしたらこれを真空ポンプにつけてください。はい。これを、はい、ここ、はい、取っちゃっていい。うん。あ、そう。うん、取っちゃう。あ、取らなくていいや。多分。うん、これこのまま。入れて、ネジに。オッケー、入りました。はい。はい。オッケー。つなげて、
そしたら、つながりました、はい、つながりました。で、この口がちゃんと閉まっているかどうか全部確認してもらって、うん、ネジの部分緩んでるところから吸っちゃうんで、これ大丈夫ですね、うん、はい。で、今もうガスが入ってない状態なので開けます。はい、全部フルオープン、うんうん、そうするとこれ全部つながってます。はい、じゃあこれでオンします。はい、でこれでそれまあ30分から1時間ぐらい、長ければ長い方がいいんですけど、はい、これで空気を引っ張ります。はい、そうするとどん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 大気圧から腹圧の方に、はい、下がってますね。下がってます。あ、本当だ。何分ぐらいですか？30分から1時間ぐらいの間と、まあ、長ければ長い方がいい。うん、はい、中の水分も引っ張ってくれるので、はい、あの水分が入っていると効き悪くなるので、はいはいはい、で、エアコンの今回作業してないですけど、エアコン作業した時は必ずレシーバーもしくはリキッドタンクの交換はセットでやってもらった方がいいです。うん、なぜかというと、はい、そのレシーバーの中に活性炭の、うん、水分をこう取り除く、ものが入っているので、はい、セットで交換した方がよりいいです。はい、なるほど。はい、でそこで何だろう、結構カスも出るのでそこでカスも取ってくれるので、はい、ストレーナーまではいかないですけど、そういう役もします。はい、じゃあ1時間半は経ってないかな、4、5分ぐらい経ちましたので、はい、ここでじゃあ真空引きを一回終わりにします。はい、終わりにするんですが、今度真空が保持できるかっていうのをテストしたいので、うんうんうん、まず、やり方としては、はい、ポンプをいきなり止めちゃうと、うん、逆に大気圧吸っちゃうので、うんうんうん、まずここを閉めます。で、ゲージによっては、はい、あそこのチャックのところにバルブがついてる。ああ、はいはいはい、はい、あります。虫押しのやつ、はいはい、そこを止めてもらってもいいですけど、うん、これないので、うん、ここを止めちゃいますか。はい、はい、じゃあ止めてください。閉めます。はい、閉めました。閉めましたね。はい、じゃあこれでストップしてください。ポンプを停止。はい、はい、で、今もう0、0、0ですよね、うんうん、0、0じゃない、0.1、0.1 ですね、目いっぱいなので、はい、これから、もし万が一メーターが上がっているっていうことはどっかから空気を吸ってるので、うんうんうん、NG です。なるほど。でもこれが、まあそうですね、15分、20分ぐらいでいいかな、保持できるようだったら問題なしということなので、はい、なそしたらガスチャージに行きます。うん、はい、はいはい、はい、ということで15分20分ぐらい経ったんですけど、ちゃんと腹圧保持してますね。大丈夫そう。してますね。してます。してますね。よかった、はい、よかった。はい、ということで、はい、じゃあ、ここから、ガスを入れていきます。はい、これを外します。外します。はい、この、なんていうんですかね、ガスをつける、つなげるやつですね。はい、つなげるやつを、うん、はい、つけていきます。はい、そして特に順番ないんですけど、最初お湯入れちゃおうかな。うん、規定量が 730g プラマイ20です、うん、で、整備所によっては、はい、外気温何度の時に、いくつまで入れてくださいっていうのが書いてあるんですけど、うん、ちょっとそれが用意できなかったので、はい、大体730前後を目安に、うん、で、はい、オイルをその時にね、本当はね、全部オイルがない状態で150ぐらい入れなきゃいけないんですけど、はい、全部抜けてることはないので、うんうん、一応このちょっと気休めですけど、このコンプレッサーオイルの、はい、ガスと混ざってるやつがあるので、うんうん、これを入れたいと思います。はい、で、入れ方としてこれを押し込んでいくと、うん、針で刺して穴を開けます。はい、でまた戻すと、まずここまで
ガスが行きます。で、こっちはまだ閉まってるので、ここまでしか行かないです。はい。はい。じゃあちょっとそこまでやりますね。で、これで開けます。で、この中の、こっからここまでの、中に空気が混ざっている恐れがあるので、ちょっとお返しします。はいはいはい、じゃあこれで、まずエンジンかけない状態で、はい、エンジンかけない状態だと、うん、車によっては高圧から少し入れてあげるのもあるんですけど、うん、まあ、この車は低圧から大丈夫なので、うん、低圧を入れます。この車は高圧からこの車は低圧からっていうのは何か違いっていうことですか？多分ね、何でしたっけ、サイクル内にガスがない車の場合、停止する場合があるので、高圧からちょっと入れといてあげて、でエンジンかけてから低圧から入れてくださいっていう車が、うん、なんかあります、はいはい、なのでちょっとそれは整備所とかで確認していただいて、そうですね、はい、で、エンジンかけてからは高圧から入れようとすると逆流して破裂する可能性があるので、うん、はい、気をつけてください、はい、それと今ちょっとしてないですけど、うん、保護メガネは必ずした方がいいと思います、うんうん、油の飛び散り、万が一の破裂の場合とかのことを考えてですね、であとよくこう振っちゃう人いるんですけど、うん、振らないで、で外気温が低い時はだいたい40度ぐらいのお湯につけてあげて、そうすると入っていくので、はい、ずっとレバー入れていきます。でこれも同じですね、うんうん、じゃあこれで、エンジンをかけてもらって、エアコンをオンにして、はい、ブロワーファン最大にしてもらっていいですか？はい、この時は開けっぱ、開けっぱです。開けっぱ、はい、かけます。あ、コンプレッサー回ったね。エアコンオンして、ブロワー最大温度最低、OK です。 OK、 入りきった入りきんないっていう判断ってあるんですか？あ、缶の、うん、缶の温度がね、動いてると冷たくなるんですよ、はいはい、スプレーと同じで、はい、それがだんだんね、こう触っていくと全然温度がもう暖かくなったままだと、もうおそらく入っただろうなと、うん、ただたまにフチャーってなるときがあるんですけど外した時に、ね、外した時に、多分これ大体入ったかな。それ閉めたのは何？缶変えます。なるほど、缶変えるときは閉める。閉めます。そうじゃないとあれですよね、大気を吸っちゃうってことですね。そうだそうだ、なるほど、そっか、うん、で、また穴開けます。これで403ですね。403、パージしないと、はい、そこには空気が入ってるから、パージは気をつけて、パージは気をつけてです。おで、あとはじゃあ入れていきます。おお、めっちゃ上がった。それで今2本目なんで430、700靴に対して430、はい、あと300ぐらい、730、今それでちょうど700、うん、規定量ぐらいだと思います。730プラマイ20ぐらい。はい。はい。って感じですね。
使ってやっちゃいましたけど。お勉強会。お勉強会、はい。なんとなく分かりました。そうですね。なんとなく。本当？はい。でも、あゆみちゃんもこの機会じゃないだけでやったことはあるんですよね。うん、そうですね。うん、でも本当、うん、もうボタンを押して放置なんで私。そう、今のってつなげたいたら、うん、抜いてくれて、そう、もう全部チンク引きまでしてくれて、不圧保持もして、うん、で OK だったらそのまま入れてくれるみたいな。はい、そうですね。でしかもなんかスマホに情報を送ってくれるなんていうそういうのもあるんですよ。そう、それだったら冷媒の量を管理してくれるわけですね。そうですね。今回だから缶が200刻みじゃないですか。うんうんうん、700って言われたら、ん、半分そう。確かに。そうそう、ね、難しい。その機械あるともう本当に細かく730でも730って設定できるので、プラスオイルもちゃんとスマホ入れてくれる。なるほど。はい。っていう機械もありますけど、まあこれはもう本当に何でしょう。はい、うんうん、原始的な、もう原始的な基本中の基本っていう、ただもうこれだけあればどこが悪いかっていうのを見切れますので、うんうん、はい、どんどんエアコン効かない車入ってきたら見てください。そうですね、はい、でこのゲージの動きで分かるはず、はい、いろいろあるじゃないですか。例えば、はい、高圧が高いとか、はい、低圧が高い、両方低い、はいはいはい、いろいろそれによって多分症状が違うわけですよね。そうです、はい、だからもちろんそのだから整備所があって回路図を見て、うん、まず取り出し口がどこについてるかなと、うん、でそれでここが例えば低圧が不圧になってるんだったら、うん、コンプレッサー回ってるのにどんどんコンプレッサー吸ってるんだけど、うん、詰まってるから不圧なんだなとか、うん、そういうのを当てていく。なるほど。それで、だいたい配管を触って温度差で分かるはずなので、はい、これがエアコンのトラブルシュートのやり方になります。そうですね、はい、はい、勉強になります、はい、でも無事に冷えてよかったですね、うん、それはそうです、はい、よかったよかった、よかった、はい、漏れもなかったんですよね、うん、まあどっかちょっとずつは漏れてるんでしょうけど、すごく致命的な漏れはないです、うん、そうね。じゃあまたあれですね、小川さんに1年、うん、2年と長いスパンで漏れるかどうかを見てもらうしかない。そうですね、はい、っていう感じですね、はい、なるほど、なるほど、はあ。ということで前回は補充だけだったわけなんで、うん、そうですね、で今回は真空引きして、うん、不圧補充して、うん、そこから規定量をちゃんと調べて入れるという、うん、はい、これが、まあ、ガスの入れ方としては正しいよね。正しい、正しい、はい、やり方、はい、うんうん、皆さん、まあ、よかったです。機材を買って、はい、でも難しいよね、うん、難しいですよね。あんまりね、本当に慣れないと触らない方がいいです、うん、エアコン、ね、この間さっきおっしゃってたみたいに入れすぎても効かなくなるし、はい、そう、入れすぎたら効かなくなるびっくりした入れたらどんどん冷えるのかと思って、そう、と思ったので入れたら効かなくなる難しい。ちょっと足りないときは冷えるんだけど、うんうん、入れすぎると一気に全く動かなくなる、うん、不思議、怖い、怖い、触らない方がいいです。整備士さんはどんどん触ってください。整備士さんはどんどん触って、はい、トラブルシュートの技術を身につけてください、はい、一般の方は、専門業者に行きましょう。いや、それが一番いいですね、はい、それが一番安心、うん、安全、はい、ちょっとね、難しいとは思います。うんうんうん、ちょっと難しい。はい、ということで本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。